活動休止中の男女混合パフォーマンスグループ、AAA の与え、新次郎、34、が26日、東京、ラインキューブ渋谷、渋谷公会堂、でファンミーティングを行い、自身が LGBT であることをカミングアウトした。1800人のファンやメンバーが見守る中、僕が、ゲイであるということです、と声を振り絞るように告白。会場から大きな拍手が送られると、涙をこぼしながらアーティスト活動の再開を宣言した。AAA の末っ子。で、クールなファッションと愛されキャラで知られるアタエが、人生最大の告白に踏み切った。硬い表情を浮かべながらスーツ姿で登場し、芸能界前も含めて20年間で一番緊張している。今日言うことは本当にびっくりすると思う、とファンに切り出した。2020年にグループが活動休止を発表し、自身もアーティスト活動を休止。新たな挑戦に向けてアメリカ・ロサンゼルスに拠点を移していたアタエは今回、緊急帰国。先月14日付で約20年間所属して、アエーベックスマネジメントから独立したが、さらなる変化に身を投じようと決めた。いつにも増して緊張感が張り詰める中、震える手で手紙を握りしめ、理解するのに時間がかかるかもしれない。でも、このことについて理解が深まり世界が変わってくれることを願っています。何年も？の間、自分の一部を受け入れられませんでしたが、やっと打ち明ける決意ができました。それは僕が、ゲイであるということです、と宣言した。幼少から悩んでいたと言い、自分がおかしいんだと思っていました、とおえつまじりの涙を流すと、客席から静寂を打ち破る力強い拍手が巻き起こった。